はい、286回始めたいと思います。10月8日、3日ぶりやってまいりました。今日はですね、休みなんですけど、今日と明日の日曜日も休みなんですけど、朝からですね、今日土曜日なんですけどね、あの娘の、なんていうの、部活の試合の送迎で、本当はまだ寝てる時間なんですけど、叩き起こされて送迎して、あと帰りですね、今朝の10時半ぐらいかな、あ、10時55分ですけど、この電話が鳴ったらですね、またお迎えに行くということで、電話が鳴るまで2時間ぐらいはあると思うんで、少なくとも喋っていこうかなと思いますんで、286回お願いします。で、今回ね、面白い、まず1回目面白いですね、これ面白い記事、私がなかなか最近見た中でも斬新なっていうかね、やっぱりオリジナルっていうか、なんていうのかな、みんなが言わないようなことを言う人は好きですね。これ夕刊フジ書いたのが、これちょっと調べたんですけど、大原博さん、国際投資アナリストっていう方ですね。フランスクレディリオネ銀行などを経て金融などで、あの金融の現場に携わるということで、あの夕刊フジに連載、バフェットの次を行く投資術っていう、あの連載している方ですね。この人面白かった、これは。何か、ですね、世界の大混乱で日本一人勝ち時代がやってくると、これから、面白い。私もね、まあ一人勝ち時代かどうかは分かんないですけど、まあここのところ暗いニュースとかね、あと経済的な話では、日本はもうダメじゃないか、失われた20年が30年になり、40年に50年になり、で少子高齢化が深刻になって、もう日本は終わりなんじゃないかと、あの良かった、輝いた、世界経済を圧倒した日本、世界の中で、経済力、日本はナンバーワンと言われたね、あの時代もう二度と来ないだろうっていう雰囲気の中で、これから世界の大混乱で日本一人勝ちの時代がやってくるというふうに大原博さん書いてます。面白いです。私もね、これ見てね、なくはないし、思ってはいたんです。どういう内容か、まずは中国の話かな。10月16日から開催される中国共産党大会、これが大原博さんは波乱の可能性ありと呼んでいると、まあ、最大の焦点はね、あの習近平国家主席の3選目あるかないか、なんですけど、この共産党大会でね、3選あるかないか、これはもう世界の注目ですよね。で、まあ、文章がなんかこれ飛んだりしてるんだな。去年のね、あの中国恒大集団の経営危機っていうのがありましたね。恒大集団、これはあれか、建設関連、不動産の、リベロッパーじゃないかな、中国恒大の経営危機に世界中の関心が集まってから約1年が経つと。この1年間、中国はじめ世界は混迷を極めたと。でそうした中、参戦確実という噂の、習近平国家主席ですけれども、この筆者の大原さんはね、その確率はせいぜい5割ぐらいだろうと考えていると。なるほど。もう習近平のね、参戦確実というのはね、まあ一般的に言われてますけど、大原さん面白い、半分ぐらいしか確率ないと。習近平経済問題への対応が、まあ最悪でしたね。まあ一番は最近の新型コロナのロックダウン、これでもう繰り返しロックダウンしてね、あの経済渋滞ボロボロ、あの毛沢東、建国の英雄毛沢東でさえ、あの大躍進政策の失敗により4000万人の、 あの犠牲を出した、大躍進政策の責任を取る形で一度は失脚してますと。で共産党内部の権力闘争っていうのは凄まじいものがあってね、その通り、圧倒努力ような政変が過去何度もあったと。その通り、福間伝のような、
外から伺うことが知れないようなあのところなんで、実際中で何が起こってるかっていうのは、ね、想像するのはできないと、うん、しかし反習近平勢力の中心である上海閥かな、うん、上海閥今は息を潜めてるが、習氏の寝首をかく準備は整えてあると。確かに、うん、で、まあここからね、上海閥とあのアメリカ民主党の関係ね、うん、この間ナンシー・ペロシ下院議長がね、台湾に電撃訪問してねっていう流れとかね、書いてあって、あと、まあアメリカはアメリカでね、これから11月8日の中間選挙控えてますよってことで、もうなりふり構わないいろんなことやってくると。例えば FBI ね、あのこの間の選挙の時みたいに FBI によるドナルド・トランプ前大統領の、別邸捜索、あこれは、まあ、この間の選挙じゃない、今回最近かな、うん、なりふり構わないことやってきてると。もうアメリカからしたらもう内政でいっぱいで、韓国ではもう温安が止まらず経済危機寸前、うん、このチャンネルでもやりましたけど、そんな中でもう世界は大混乱ですよと。中国はもうロックダウンの影響で経済も深刻で、習近平の参戦が確実されてるけどどうなるか分かんないよと。で参戦したとしたって、うん、これから大変だと。まあ中国は大変でしょう。これまであの大体バブルとかね、好景気がはじける時っていうのは日本もそうだったんですけど、不動産絡んできますから、リーマンショックだと結局不動産ですよ、うん、で韓国の大安にしたって根底にはね、あの不動産バブルがありますし、ヨーロッパ、うん、ロンドンにしてもフランス、パリにしても地価の値上がり、あの不動産価格の値上がりっていうのはもう日本以外どこでも起きてる話、香港もカナダもオーストラリアも、うん、で日本だけですよ。日本もね、まあ、地価っていうかマンション価格なんかね、都心部で上がってたりしますけども、まあ、全国平均で言ったらそうでもない。日本だけがもう無風状態でだと、うん、でどこまで読んだっけ、うん、まあまあまあ考えてみればですよ、日本戦後の復興、まあ、東京オリンピックとかその前に朝鮮戦争の特需とかね、その頃からですよ、右肩上がりで高度成長、そのことからっていうか、まあ1950年代末ぐらいからですよね、うん、で東京オリンピックとか朝鮮戦争とか経て、なんだベトナム戦争もあり、その間60年代70年代80年代ですか、うん、この30年黄金の30年っていうんですか、高度成長、この間日本は一人勝ち状態だったと。でヨーロッパは没落して、アメリカもまあ良かったようだけど30年冷戦期間でまあナンバーワンであったのは間違いないけれども、勢いはね鈍化したというかね、緩やかな右肩下がりだった。そんな中で日本だけですよ、あの時代は良かったのは。でそれが終わっての、まあ90年代挟んで2000年入ってからの日本の没落で、それに反比例するかのように中国の躍進、中国および、まあ、その周辺国ね、うん、で日本このまま終わるんじゃないかって言われてるけども、こっからですよ。もう今年のね、2022年の224のね、ウクライナ戦争も一つのきっかけだし、エネルギー価格の高騰もあるし、うん、重なって今年あたりが転換点になるんじゃないかと。で中国ももうさすがにねボロボロになるんじゃないかということでね、まあ、中国が落ちれば日本が浮くっていうのはあると思います、要素としては、うん、でこの日シャオハラさんはこれから、うん、そういったことでね、日本の一人勝ちの時代がやってくるんじゃないか、うん、っていうこと書いてます。まあ決定的なねこういう理由っていうのを書いてないですけど、まあ、大きな視点で見るとまあそういう話ですね。視点っていうかね、流れというかね、日本はガラパゴスを揶揄されるが、まあ、ここ全く私と同じ意見なんですよ。この独自性こそが勝因となると、うん、逆に世界標準と言われながら実はアメリカ式に、過ぎないグローバリズムは没落し、日本一人勝ちの時代が再びやってきてもうおかしくないと、うん、国際情勢には十分注意を払うべきだが、世界の国々が大混乱に陥っても必要以上の心配は無用だと。これから少なくとも数十年は日本優位の時代であると書いてます、大原博さん。
これは面白い、こういうこと書く人なかなかいないですよ、うん、で私もこれ賛同できる、うん、これから、まあ、30年かどうかは分かんないですけどあの、まあ、日本の、ね、高度成長のような成長っていうのはないですけども、考え想定づらいですけど、しづらいですけども、例えばもう科学技術立国日本危ういなんて言われてますけど、まあ、今回のねこの強烈なスーパー円安をきっかけにね、あのきっかけに、うん、復活するかも分かんないしね、復活の足がかりっていうかね、あと製造業ねもう海外に逃げ出してっていうのあったけども、今回の円安でもう完全にね国内に回避する土台はできたっていうかね、まあ人材もちょっと人材っていうかあの製造業、うん、あのなんていうのかな、そんなにね人間の数、頭数いらなくなってきてますけども、うん、製造業の国内回帰っていうのは、そしてまた輸出主導型の経済っていうのも考えられると、考えうるというのもあるし、この少子高齢化がね、まあ足かせ、ね、になってるのは確かですけども、これが逆に強みになるパターンもあり得ると、うん、本当にAI とかね、ロボットとか急激に進化した場合っていうのは、逆にね、人間がいない方がむしろ身軽でいいみたいな形になるかもわかんないですね。なかなかね、将来っていうのは読みづらいところありますんで、私もね、この大原さんの視点っていうのはね、大事だと思う。まあ、中国の経済成長っていうのはほぼほぼもうピークに達してるっていうのは確かだし、まあ、それにべったりの韓国、まあ、韓国のこと出す必要ないですけども、もう大安でもう通貨危機前夜ってなりましたけども、まあまあ厳しいですよ。ソウルの不動産価格なんか見てもね、もう大変なことになってる。これで今金利上げてますからね、まあ不動産バブル崩壊するのは間違いないですね。はい。であと韓国の場合はね、チョンセっていう変なね、不動産の仕組みがあるんですよね。要は普通だったら日本の場合はね、家借りるとき、アパート借りるとき、敷金、礼金払って、まあ、これはいらないですよね、敷金、礼金払って、まあ、1ヶ月、例えば5万円なら5万円、10万円なら10万円って、家賃を毎月払っていくっていうね、家賃として。ですけど、韓国の場合、アパート借りるとき、家借りるとき、マンション借りるとき、チョンセって言ってね、1000万とか5000万とか、大金をまず預ける、自分で用意して、まあ、金融機関から借りるんですけど、借りても預ける。で、毎月の家賃を払わないって仕組みなんですよ。で、大家さんはその、預かった、例えば5000万円とかを、高利でっていうか、まあ、運用してね、それで収入を得ると。それで解約、賃貸、利用してるその人が、まあ、マンションなりアパートを出るときには最初の頭金5000万なら5000万っていうのを返すっていう仕組みなんですけど、これがねもうまあ、高度成長、うん、の時にはいいんですけど、金利が高い時とかは運用がねいい時、運用できるやりやすい環境の時、今みたいな運用がやりにくい状況になると、この仕組みっていうのを崩壊すると、するともう、まあ、なんだかんだ言って各国、日本もそうですけど、不動産業界の影響力、また建設業界でもそうですけど、大きいんでね、経済に占める割合っていうのは、まあ中国も韓国もそうですけど、破裂してもいつ破裂してもおかしくないようなところまでもう大きくなってしまったかなっていう感じはしますね。はい。ということで、大原博さんの記事、これから日本の時代がやってくる的な、日本の一人勝ち時代がやってくる的な、面白かったですね。あとそうですね、これに書いてある通り10月16日、うん、共産党大会ね、うん、ここから始まる共産党大会っていうのも注目ですし、あと11月8日の中間選挙ね、うん、でそれが終わったら11月はサッカーのワールドカップがあるということで、サッカーファンとしてはそこに焦点を合わせて盛り上がっていくというところですかね。はい、286回こんな感じです。まあチャンネル登録、うん、2ヶ月ぐらい前かな、5人とか4人とかだったんですけど、最近ちょっと増えてきて、うん、嬉しい限りですね。20人超えてきてるんで、まあまあ言ってもね、こんなの見てる人ほとんどいないです。もしね、この286回ここまで見てくれた方いたら、これ
本当にねマニアックな方だと思うんで、あのぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、すいません、またお願いします。失礼します。